北極における航空と海上の捜索及び救助の協力に関する協定、通称北極捜索救難協定は2011年5月12日にグリーンランドルークで北極評議会の加盟国により締結された国際条約である。この条約は北極圏における国際的な捜索救難が適用される範囲と対応を調整し各定約国の捜索救難の責任領域を 定める。北極圏における領土主張が対立していることを考慮して条約は創作救難地域の境界策定は国家またはその主権、主権者の権利または管轄権の間の境界の策定とは無関係であり、それを損なってはならないと規定する。北極創作救難協定は 北極協議会の講演のもとで交渉された初めての拘束力のある協定である。地球温暖化によりアクセス性が上がったことで北極圏で高まっている経済的な重要性を反映している。カナダ政府が条約の帰宅者となっている。条約に署名した8カ国に批准されたことで2013年1月19日に発行した。ありがとうございます。